はい、こんにちは、ひまじん27号です。今回は、ひまじんクランメンバーの方と分対戦です。5名でいきます。久々の動画出演かな、コバトちゃんさんは。コバトちゃんさんと分隊組むのも久しぶりかなって感じですね。よろしくお願いいたします。さあ行きましょう。場所はパワープラントですね。 AB ビーコンさえ、制圧すれば勝てるんじゃないかっていうね、そういうステージでございます。 AB 大事です。いや、飛びたいな、飛べないな。うわー、もっと前に出ましょうかね。またね、このパソコンとね、スマホをつなぐケーブルがですね、調子の方が悪くなってきましてですね、たまにね、画像が途切れるんですよ。何個か前の動画でね、久々の音ずれが発生しましたけど、結構高いですね、このケーブルが。だからね、壊れてほしくないんですけど、仕様なんじゃないかって思いますね。使ってるうちにある程度使うと壊れる仕様。ちょっと大事に使えばいいかな。どこが接触悪くなっちゃうかが分かればね、対策できるんですけどね、それが分かんないんでね、なんかどういうふうに扱っていいかも分からない。とにかく優しく扱うしかないみたいなね。純正じゃないやつだとなんかね、画質が落ちちゃう。相手には無理でしょう。オルマググリじゃなくてオルマグライノじゃねえ。落としきれないか。制圧されてますね。タペストが
役に立つかな後半。ビーコン制圧のタスクが残ってるんで、敵ビーコン制圧のビーあのタスクですね。だからまああれで1個のカウントはされてるはずなので、いきましょう。やっぱね、こうやってて思ったんですけどね、こう足の速い機体はね、編成に1個は欲しいかなってやっぱ思いますね。特にノラやってたりとかねするとですね、後半にね足らないんですよね。そのビーコン負けしてる時にね逆転できない、ビーコン取りに行けなくなっちゃうんでね、軽機体はちょっと入れたいなって思います。さあ勝ちました、ありがとうございます。分隊ボーナスいただきました。今使ってる編成はこちらです。ダダーン、トレビフューリーじゃなくてトライデントフューリーですね。タテスト、タラ、マグ、グリ、オルピナグリ、そしてマグオルライノをちょっと導入してみました。どうなることか気になりますけども使っていこうと思います。そしてですね、なんとですね、コバトちゃんさんからですね、ゴールドの贈呈がありまして、それもなんと金額がですね、金額っていうのかな、au の数がなんと1200いただきました。ありがとうございます。助かります。これで動画頑張ってくださいってことで、いただきました。もう本当に無課金のね、肩書きをいつ下ろそうかというところなんですけれども、ね、いただきました。本当に、ね、ありがとうございます。こうプレミアムをね金で買えればねいいんですけども、プレミアムは、現金のみと、現金のみの取り扱いになってますんでね、どうにかゴールドで買えればいいんですけど。さあ相手は VN という、知ってるけど強いとこですよね。ちょっと緊張します。ゴールドありがとう。オルカンです。おお、行きますね。よし、続こう、行くわよ。あ、狙われないか。援護はいらなかった。右側防衛チャッピさんの方に行きたいと思います。でんでん、おー、行くぜ。あー、カンストか。いや、ギリギリ行けるか。もちろん、よーし、さすが分隊のいいところですね。こんだけ人数でいけば、
ダメか。横言うと左奥取りたいですね。現状維持でもいっちゃいいんですけど、誰の爆風かわからない。いやーよく頑張ったグリオ。行かれてるな。おお、ジャンプミス。くそ、最悪だ。いいとこ見せるぜと思ったんですけどね。うわあ、ジャンプミスだ。いやー強いな皆さん。
すごいな、どこまでついていけたか。あー、なんとか3位に食い込みましたね。チャピさんが相変わらず強い。いいですね。あと1回ぐらい撮りましょうかね。撮影してることを言わないと。撮影中ですと。どんどん行って大丈夫ですよ。でね、クラン PV はシャアさんが作ってくれたんでね、ウォールウォッツのなんていうんですかね、 PV みたいなのをね作ってみようかなって思います。ウォールウォッツの、ね、ユーザーをもっと増やすために。面白いんですよね。いいと思います、オンライン。まあだから何ですか、ああいう体力とかスタミナがあるゲームとは違って。あら、接続が。どうしちゃったんだろう。スタミナとかがあるゲームはね、なんかこう時間に縛られちゃうような気がするんですけども、みんな帰ったかな。そういうのないんでね、これバトルから引こうかな。まあね、私は好きですね、こういうタイプのゲームの。まあスタミナあるゲームもやってるんですけども、なんかね、そのイベントとかを逃すとね、やる気なくなっちゃうんですよね。だからね、うん、こういうイベントがね少ないゲームの方があっても、ほらこの間のあのハロウィンイベントでね、あれやってもやんなくても別に、ね、やんないからといってなんか、損をするわけじゃないじゃないですか。そのなんかイベントのね限定アイテム、限定キャラとかをね全部集めたい派なんでね、そういうのないといいですね。さて、落ちてしまったコパトスさんを襲いましょう。ちゃんさんも落ちちゃって私も抜けたんで、動画一回これで区切りをつけて、また次回にしましょうかね。この続きは次回で。ではこの辺でおしまいにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では。